近親相関の合法性は、法域によって大幅に異なる。近親相関が相互に同意する二人の成人の間でされる場合、コンサングイナモリーと称される場合がある。ナポレオン・ボナパルト1810年に、フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトは、自身が支配していた、フランス、ベルギー、ルクセンブルクの近親相関罪を廃止させた。2012年7月9日までに、 ドイツの同盟90、緑の党の青年部である、グリューネ・ユーゲントは、近親総関の近世は、国家が市民の生活に介入しすぎているとして、近親総関の合法化を提言した。2014年9月24日に、ドイツ倫理委員会は、政府に対して、兄弟姉妹による近親総関の合法化を勧告した。2016年2月24日までに、 スウェーデン自由党青年団は、合意に基づく15歳以上の兄弟姉妹間の、近親相関の合法化を求める決議を可決させた。2016年1月、スコットランド議会に、近親相関の合法化の請願が提出された。請願は、成人の合意に基づいた、近親相関は、教会と、その影響下にある政府とメディアの偏教さによって、不当にブロックされていると指摘した。 2019年11月、アイルランド法改正委員会は合意を前提とした成人の兄弟姉妹による近親相関の合法化を検討した。ニュージーランドの哲学者でビクトリア大学ウェリントン校教授のピーター・マンツは同じ環境で共に成長した家族に対して性的魅力を感じる余地は最小限と考えられるが、もしそれでも兄弟姉妹が互いに恋愛感情を持ったなら、 それは歓迎されるべきであるとして、近親相関の合法化をニュージーランド議会の特別委員会に申し出た。マンツは、近親交配の影響は散発的で、世代を減るごとにリスクは低くなるため、遺伝的な観点は、近親相関を禁止する十分な理由にならないと述べた。国ごとの相互に同意する成人の間で行われる近親相関を対象にした。 法律後方向のスキャンダル化した場合のみ、違法違法修身刑を含む死刑。ありがとうございます。